ダッシュラウンジ時刻は6時5分になりました FM916AM1134 文化放送スポーツダッシュネクスト金曜日は文化放送アナウンサー鈴木純子がお送りしていますさあここからはダッシュラウンジ今夜のゲストはプロボクシング WBC 世界ライトフライ級チャンピオン寺地健史郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今スタジオになんと WBC のチャンピオンベルトをお持ちくださいました、はい、ま私知らなかったんですけど、はい、あのチャンピオンの写真が一番端っこに載ってるんですね歴代のこうチャンピオンが載っててで寺地健志郎選手の写真も載ってるちょっと私これ触ってみてもいいですか、はい、触ってください失礼いたします、はい、うわっ重っ、ね、ちょっと、はい、えこれを巻くわけだそうです いちゃってもいいですか面白いなちょっと今スタッフがのけぞりすぎましたけどもすごいええちょっと匂いも嗅いちゃいますあんはいか金属すごいなわあ、ちょっとテンション上がりますちょっとこれで懸垂とかしたらんかダンベル代わりなんかダンベル代わりになりそうちょっと置かせていただきますけどいや 改めてここで寺地健史郎選手のプロフィールをご紹介しましょうチャンピオンをお迎えしておりますよ1992年1月生まれ京都府のご出身です中学3年でボクシングを始めて奈良県立奈良須崎高校ではインターハイや国体に出場関西大学では大学4年生の時に国体優勝を果たしていますそして2014年8月プロデビュー 日本ライトフライ級、東洋太平洋ライトフライ級の王座を獲得後、2017年5月、メキシコのガニガンロペスを下して、WBC 世界ライトフライ級王座を獲得。このベルトを獲得したわけです。そして去年12月23日には、なんと7度目の防衛に成功して、現在戦績は17戦全勝。そのうち KO が10個ということで、 かいですね。いや、お父様の久さ,さんが会長を務める BMB ボクシングジム、これ京都府宇治市にありますがえ、こちらに所属されていますが、今月から練習拠点をこちら東京に移してらっしゃるんですよね。はい、はい、そうです。これまでも世界戦が決まると東京でスパーク、スパーリングパートナーを求めて練習してたそうですけども、はい、実際どうですか拠点を東京に移してみて。 まあ、練習するようになってからは、もう多分2、3年ぐらい経つんですけど、<え>こっちで。やっぱり、その選手も豊富で、まあトレーナーもすご,すごい相性も合ってるんで、ああ<ー>。すごくいいですね。練習環境としてもとてもいいす。ごくいいと思います。はい、うん。でこ、今月は7度目の防衛のご褒美なんでしょうか。あの、ベトナム、はい、旅行されたそうで、はい、嬉しそうなお写真がいろんなところ、ツイッターとかにもアップされてますけども、<laughs> はい、どうですかゆっくりできましたか いや、もう、じゃ楽しかったですね。はあ、なんか、二日、いや、四日、泊まったんですけど、<っ>最初の二日は、都会っぽいとこ行って、あ後との、後半の二日は、ビラっていうんですか。はい。わあじゃあもう、リゾートみたいなところで、のんびり。のんびり。しかも、プール付きみたいな。はあ、最高でしたね。いいですねー。 じゃもうゆっくりリフレッシュされたと。はい、う。うことなんですね。初リフレッシュで。うん。はい、あの、ケンシロウさんの、まあ、ケンという字、お名前は、はい。まさに拳という字ですけれども、はい、お父様の久志さんは、元日本ミドル級のチャンピオンで、東洋太平洋のライトヘビー級チャンピオンでもありました。はい。なので、まあ、このケンシロウに、拳がつくのはわかるんですけど、はい。どうでしょうケンシロウさんは、 最初そういう名前にプレッシャーというのはありませんでしたかもう全然なかったです、ね。特になかった。はい。でも、ボクシングは、えっ、ー、と、プロフィールによると中学3年で始めてますが、はい。最初はボクシング、いやいや始めたって伺ったんですけど。そうですね。別にお父さんも別にさせる気もなかったんですけど。あ、そうなんですかお父さんもそんなさせる気はなくて、はい。あ、全然なくて。で、高校、なかなか行くとこがなくて。 どうしようってなってる時にお父さんがじゃあボクシングしろってなって。あ、そのボクシング、ボクサーの知り合いも多かったんで、まあそこで、なんていうんですかね、高校で、まあ監督さんとか知り合いがいるから、<ー>やったらなんとか入れてやるわみたいな。なるほど。高校に行く,行くために、めにはい、手段としてボクシングをと。そうです。僕も高校は行きたかったから。 そう、じゃあ、ボクシングをやるなら、うちで受け入れてやるよ、みたいな、<ー>そういう,そう,そうあ。そういう流れだったんですね。はい、じゃあ、3年だけ頑張ろう、っていう。じゃ最初はとりあえず高校に、とりあえずボクシング、そういう感じだったんですか。はい、そうです。でも、その後、えー、ケンシロウさんは、高校3年の時のインターハイでは、はい、なんと、2歳年下に当たりますが、<う>井上直也選手と、 対戦してるんですよね。はい。やりました。え、この時は結果はどうだったんですか僕は負けましたね。あ、2歳年下の井上選手にこの時負けている。そうなんです3年であ、新しく入ってきた1年生じゃないですか。ってなったら、勝てるなとか思ってたんですけど、ええ、強かったっすね。もう、その時から強かった。もうほんとちっちゃい頃から多分やったってんで、もうその時から強かったっすねあ。あ、じゃあその時のことも、まあ覚えてらっしゃる わけですね。まあ内容は詳しくは覚えてないんですけど、うん、やったっていうのはめっちゃ覚えてますあ、はい、そうなんですね。で、えー、まあそんなケンシロウさんなんですけど、はい、まあ、高校3年間はボクシングやろうって思っていたっていうからわかるんですけど、うん、高校の時と大学の時の2回、協定、はい、学校の入学試験も受けてるんですよね。そうです。え、これは協定の選手になりたかったなりたかったんですよね。で、僕のいとこが、そのボートレーサーをやってて、 まあ、その影響もあってなりたいなって思ったんですけど、だからもう大学も行くつもりなくて、ボート落ちたから、大学行こうってなったんですよ。じゃあ、ボート落ちたから大学行こう。でで、大学行ってボクシング続けたのはあ、それは、それも大学はボクシングの推薦で行ったんで。あ、じゃあ続けなければならない、そういう環境があったわけですね。はい、え、で、まあそういう環境だったわけですけども、 ケンシロウさんが本気でボクシングに打ち込もうと思ったのはご自身でいつ頃だったと自覚していますかうーんでも世界とったぐらいかなそんな最近 <laughs> まあ最近っていうのは何ですけどまあまあ最近あれ最近はいそうなんですか僕プロなったんもこのボートレースが関係しててはい<や>そのプロで日本5位にランクインしたら、はい その、ボートレースで、特別推薦枠っていうのがあったんですよね。はい。あ<水>あ。あそう。特別推薦枠でボートレースにチャレンジできるかもしれないと。あそうです。推薦ばっかで行けようとしてるんですけどね。<laughs> 大事ですよ。まあ、一芸に引い出てることはね、はい、ね大事なことですから。<う>あ、それでやっぱりまだ、その協定の方に行きたくて。はい。で、プロになったんですよ。あら、そうだったんですか。日本語いいやったらいけるやろって。うんうん。え、それで推薦は 勝ち取れたんですかいや、日本5位いっちゃったら、日本チャンピオンが見えてくるんですよね。まあそうですよね。まあここまで来たら日本チャンピオン取るかみたいな、うんうん、なって。で、日本と取ったんですよ。はい、取りましたね。ってなったら、世界ランクにも入っちゃうんですよね。はい。じゃあ世界見えてくるじゃないですか。はい、じゃあこれ、行く、行けるなみたいな。はあ、じゃあもう、ボート、ボートはもういいかって。 そうか、そこが本気でボクシングを目指す。ね、あすすはーあー、聞いてみないとわからないもんですね。<laughs> 経歴だけ紹介してたんじゃわかりませんね。そう,ねそうだったんですか。<う>いやで、あの、まあ、皆さんね、ケンシローさんの代名詞といえば、あの、ご存知の通り、戦い方としてはボディーブローなんですけれども、はい、あの、この前の7度目の防衛戦、はい、フィリピンのランディペタルコリン戦でも、 まあ、3ラウンドで3回。で、4ラウンドではもう最後ね、四、はい、回目になりますけど、相手をマットに沈めています。はい、あの、こう、本当に力みがなくて、はい、見事にこう、ボディに突き刺すパンチっていうのは、ね、本当にすごい見てても気持ちいいんですけど、あ,ありがとうございます。ど、どうやってあれが生まれてくるんですかでもやっぱ、あれはでもミットで、あの流れっていうか、あの打ち方をやって、 出てはて、い、それが体に染み込んでて自然と出てる感じなんですよね、はあ、狙ったっていうより自然と体が動いて撃ってるっていう感じですそれが見事に当たってるそうです、ね、であのこうみぞおちだったりレバー <laughs> その肝臓の部分とかあと脇腹とかありますけど、はい、当たったっていう瞬間には おう、当たった。これ、相手倒れるだろうなっていうのは、大体分かるもんなんですか僕は、分かんない方だと思います。あれ全然分かんないっすね。顔とかで、ちょっと効いたかなとかあるんですけど、打った感触で効いたなとか、あんまり分かんないですね。そうなんですか。うん、あ、もうこれはもうバッチリいいとこ当たってるっていう感覚じゃないんですか意外にないかも、僕は。へー。 じゃ、感触ないまま相手が倒れて、あれ聞いてたんだっていうあ。あ、っていうのが結構多いと思います。はあ、これも聞いてみないとわからないもんですね。うん、ねじゃあ、今回のその、7度目の防衛戦でも、あの、ランディ・ペタル・コリン選手が倒れて、うん、あ、聞いてるんだ、という感じ一発目はそんな感じですね。まあ、二回、三回目はもう聞いてるから、まあ、当たれば倒れると思ってるんで、はい、まあ、感触あってもなくても倒れてくれるんですよね、うん、やっぱり。 じゃあもう一回目当たってからはもう畳みかけるようにいくわけですよね。でも、あの、普段のた,た戦い方として、ケンシロー選手は割とこう距離を取ってるっていうイメージがあるんですけど。はい、もうなるべくパンチをもらわないように戦って、ね。お顔も綺麗ですもんね、戦っても。相手の選手がなんか申し訳ないぐらいな、<laughs> ごめんなさいね、ケンシローさんのパンチなんですけど、やられてるのに対して、本当に、そうか、それもやっぱり意識してるんですね。はい、もう。 ててるるよよりもらわないように戦ってる感じですでももらわないようにと意識はしてもなかなか思い通りにはいかないもんですよ。うんまあ、多少はやっぱもらっちゃうんですけど<ー>それは怖いですねやっぱり。でもやっぱりそういうふうにもらわないようにして戦っている結果がそうです。割合思い通りになってると。はい、かっこいいですね。もうね質問も来てるのでちょっとご紹介していいですか えー、ラジオネームが川口さんです。宮城県の方です。はい、ケンシロウ選手のボクシング大好きです。<お>私は20年以上ボクシングを見ていますが、<お>日本でもトップクラスの天才だと思っています。嬉しい。で、質問なんですが、相手を倒すコツって何ですかすごいな、ストレートな質問。コツ<つ>。ケンシロウ選手の試合を見てると、パワーよりもタイミングで倒すタイプなのかな。のあ,あ,ありますね。え、どういうことタイミングですかね。タイミング。まあ相手が、 見えてないっていうか、うん、難しいな。タイミングってあるんですよ。なんか、ボディやったら、相手が力入れてない時に、打てば効くんですよ、やっぱり。あ、そうか。相手が力入ってるとね。来る、はい、ってバレると力入れるじゃないですか。そうですよね。そこをいかに抜いた時に入れるか。はあ、っていうのは結構大事ですね。そうなんですね。 川口さん、あなたの見立ては合っていました。はい、はい。それから、それから、えっ、ー、と、こちらお名前があ、江戸川散歩さんですね。えーうん、私は今よく後楽園でボクシングを観戦したりしてますが、<ー>リングの上にいる選手の皆さんには、ああいった声援的聞こえてるんですかって。そう、人によるんですよね。なんかね、めっちゃ声の通る人っているじゃないですか。はい。そういうのも結構聞こえたりしますね。 ああ、聞こえるんだ。聞こえるのは聞こえます、うん。あの、本当に響くね、いいタイミングでかけてくれる人いますよね。はい、っていうのとか、変なやじ。そういうのも聞こえちゃうことあるんですね。の方が聞こえたりします。ああ<ー>。何言ったね、こいつ、みたいな。ああ、それ困りますよね。<laughs> うん、ちょっとね。変に意識しちゃうっていうかね。そう,ねそういうのもありますね,ね。聞こえてるそうですので、あの、変なやじはやめていただきたいと思いますね。<laughs> さあ、えー、後半はですね、防衛記録の更新について伺っていきたいんですけど、ここで一曲、えー、ケンシロウ選手の入場曲であります、アニメ北斗の剣のオープニングテーマソング、クリスタルキングで愛を取り戻せお聴きいただきます。FM916AM1134 文化放送スポーツダッシュネクスト、今夜のダッシュラウンジのゲストは、プロボクシング WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、寺寺ケンシロさんです。さあ、去年の え、え、12月23日に7度目の防衛に成功しましたが、具志堅陽光さんの日本記録、13度の防衛記録について、やっぱり意識は当然してらっしゃいますよね。もう、それはもうずっと言ってるんで、塗り替える自信というのはもちろんあります。かっこいい、はい、あのですね、データをまず言いますと、はい、具志堅陽光さんは、えー、13回防衛、あの、 23歳で。ねすごいっすよね。すごい。いどんな勝ち方まあ、あその時はね、あの、年に4回も、チャンピオン、何、戦っていうか、はい、はい、多分年間試合数も多いんですよね。そう,そうそう、多いんですよね。はい、で、えー、っと、7度目の時点で、そうか、23歳だったんですね。で、えー、っと、山中晋介さんが、32歳で12回防衛。 内山隆まさんは11回防衛ですけど33歳。で、長谷川穂積さんは27歳で10回防衛と。で、健志郎さんは今月6日で、あ、 あ、そうかそうか、7度目の時点の年齢がこの年齢ってことなんですね。失礼しました。13回防衛した時点で23歳ってわけじゃないんですね。うん、それぞれ7度目防衛の段階でこの年齢だったということで、失礼いたしました。うんはい、で、ケンシロウさんは今月6日で28歳になったばかりですから、このペースだと十分チャンスはあるということなんですね。うんはい、で、ペースとしては、どうでしょう。今年何回年来年何回とかっていう。3回、3回で、 いきますね。んうん。で、十<ー>3に並んで。であ、そうですね。そうすると、いいペースで。いいと思います。はい。いきますね。30歳ぐらいで。いけると思いますからね。い,い,いですか。わでも、こう、さらに強くなるために、ケンシロさん、どんな点をもっと磨いていきたいとい。なるほど。これ、本当にもう、究極言うと、よりもらわないように、パンチを。あ<ー>、今でも、 それは多少はもらっちゃうんで。ええ、本当に距離感を意識して、本当にもらわないようにすれば。でも、うん、すごい、本当すいません、素人な質問で。はい、距離を取れば、確かにもらいませんけど、はい、当てるのも難しいんじゃないですか。そうなんですけど、うん、なんていうんですかね、その自分の距離に入れば、当てれるけど避けれるっていう距離があるんですよね。はあ、そうなんですね。そう、そこをまあ見つけるのが難しいんですけど、まあそこをいかに、 早く見つけるかっていうのは重要なんで、まあ、それを早く見つけられるように、試合の中で。さっきあの、リスナーさんからの話もありましたけども、タイミングで打てば、はい、それこそ本当に、あの、いいタイミングで入れば、相手を倒せるわけですもんね。ん僕そんなパンチ強い方じゃないと思うんですよね、だから。タイミングとかカウンターとかで倒してるのが多いんで。うん、そうか。はい、じゃあ、ますますお顔は綺麗なまま。 いいね、結果を残す。それは本当見ててもね <laughs> か、あの、気持ちいいんですよね。うん、ありがとうございます。ああ、じゃあ本当に、ケンシロさんのスタイルを確立しつつ、そうですね。あの、勝利を重ねていきたい、はい、ということですね。で、あの、もう、普段のこう、チャレンジのこともお聞きしていきたいんですけど、大体、はい、こう、試合までに何キロぐらい減量するものなんですか、健四郎さん。これでまあ10キロぐらいは。 1 0ロあります。ええ、今は、えっと、12月23日からもう1ヶ月以上経ってますけど、はい、あの時点から、計量した時点から何キロぐらい今プラスになってるんですかベ,テベトナム旅行もされて。1 0キロぐらい。行ってますか <laughs> ますますへえ。あ、じゃあ、1 0 k ぐらい軽く軽く行きますね。で、その1 0ロをどれぐらいの期間で減量するんですか 2>, 2ヶ月ぐらいかけて徐々に落としていって<ー> 2>, そう2ヶ月かけてんのに1ヶ月で簡単に戻るって悲しくないですか <laughs> 悲しいですけどでもやっぱりそれだけ節制してね鍛えてるってことですよねそ,その分爆発しちゃうんですよね結構試合が終わった後に、はい、まず食べたいものっていうのは何ですかやっぱお肉お肉お肉どうなんでしょうお肉っていう人は多いのかしら やっぱスポーツしてる人お肉好き多いっすよね。やっぱりね。はい、え、具体的にこうどういうお肉が浮かんでくるとかってありますかステーキだったり焼肉だったり。焼肉ですかね、やっぱり。いいですよね。うまいっすよね。お酒は召し上がるんですかお酒も好きです、はあ。どんなお酒が好きなんですかもう結構何でも飲めますよ。何でも飲める。はい。量もいける。結構いけますね。そうですか、はい、結構びっくりされます、だから。 飲めるんやっていうとこから始まって。<ー>うん、じゃあ、あの、やった勝ったっていう時には、あ、お肉がこれで食べられる、はい、お酒も飲めるっていうイメージも湧いたにするわけです結構そのために頑張ってる部分もあります。やっぱ祝賞会とかでいろんなとこそうやってもらえるんですよね。はい、結構それ楽しみなんですよね。そうなんですね。うん、それはなんかこう、チャンピオンじゃなくても共感する部分があるんですけど。<laughs> でも、あの、 チャンピオンになって、じゃあすぐその日の夜に、お疲れ様ってわけじゃないんですってあ、でも、その日に、祝勝会とかあります。ありますよね。はい。でもそこはもう、あんま食べたり飲んだりするときないんで、まあ飲めないんですけど、試合終わりは。え、試合が終わってすぐっていうのは、やっぱり、あの、確かに、いろいろこう、あの、パンチを食らってるっていうところもありますけれども、はい、アルコールは、<メ>あの、血流がね、良くなるからいけないのかなと思いますけど、 どれくらいの期間、はい。アルコールは摂取できないのでしょうか人にもよるんですけど、僕は一週間ぐらい、開けますね。でも僕でもさ、短い方かもしれないですね。<ー>もっと開ける人はいっぱいいると思います。じゃあ、一週間以上は開けるんですか開けますね。畜生会とか行っても、<う>アルコールは、飲めない。すぐは飲めない,めないなか。ノンアルコールビールとかで、 あれ結構雰囲気で酔えたりするんですよね。いいものを開発してくれましたね。ねああれ結構ありがたいですね。あ,あ、そうですか。はい、お肉は大丈夫。お肉は大丈夫です。すぐ食べても大丈夫。も食べ物は何でも。あ、はあ、やっぱり本当に命を懸けて戦ってらっしゃるっていうのがそれでね、なんかわかる気がするんですけれども。そうか、最低でも1週間空けるんですね。はい、えっとね、またリスナーさんからメールが来ましたので。はい。所沢の、それ、その名も勝さんです。 ラジオネーム勝さん、はいえー、スポーツ界全体で、うん、寺地健志郎選手が考え方や練習の仕方で尊敬する方っていらっしゃいますかへえー、この人を尊敬しているトレーナーはすごく尊敬してますご自身のトレーナーはいえどなたですか加藤トレーナーって言うんですけどーー、はい、本当に教えるのがうまいしは<ー>なんて言うんかな 理論的にすごく分かりやすいっていうか計算されてる感じがしますえ加藤トレーナーと巡り合ったのはいつ頃だったんですかで東京出てきて練習するようになってからですねそうなんですね、うん、じゃあ自分がすごく納得するようにあそうです教えてくださる、うん、すごい納得します<ー>だからこうなんのかみたいなとか、うん、すごい勉強になりましたから あじゃあ、ますます今いい環境で、そう。トレーニングしてらっしゃるってことですね。はい、えー、アキさんからはこんな質問。え、いつも笑顔という印象があるケンシロウ選手ですが、はい、怒ったり、動揺したりすることってあるんですか <laughs> 今もすごい笑顔なんですけど。はい、僕ほんま怒んないっすね。<ー>もう、最近怒ってんのかなっていうぐらいほんまに怒らない。どっちかというと、黙っちゃう方。 えっと、黙ってるっていうのは怒って黙る。怒った時に黙る怒ったりはしないです。うん。怒ったとしても黙る程度ってことです,かですね。かえ、じゃあ感情として怒る感情は。ありますあります。ます当然あるんですよね。あは,い、は動揺したりは動揺もあんまりそこまでしないと思います。それは何だろう。お父さんの、こう、育て方かしら 結構10年を育ちましたよ、でも <laughs>。え、ご兄弟はお兄ちゃんがいます。お兄ちゃんと兄弟喧嘩とかはだからお兄ちゃんがどっちかって言って昔は、ちょっかい出してきて。お兄ちゃんがちょっかい出してきてそうなんですよ。ほら。だから僕から仕掛けることもないし。そうですか。はい。で、僕がもう、もういいってこう。あんまだからどうなったりはないです、僕が。流すっていうか。<ー>受け流す。 そういうタイプなんだ。はい、ボクサーなのにね。なんかごめんなさい、うん、ボクサーって言うと本気利型でこう、血気 <laughs> 盛んな、ね、すぐ怒っちゃうみたいな。だから逆に冷静に戦えるかもしれないですね、だから。すごいいいのかもしれないですね。うん、ケンシロウ選手の性格は。うん、多分、ボクシングには合ってるんじゃないですかね。質問2っていうのもあって、これ聞いていいのかな、はい、大丈夫ですか 恋愛や結婚についてはどう考えていますか<ー>好きなタイプとか何歳頃に結婚したいとかわ結婚、まあ、今すぐとか全然ないし、うん、まあ恋愛もしたいとは思っています。<え>結婚何歳までやろそんな焦ってはないです、全然。30ちょいちょいぐらいでいいんじゃないかなと、うん。好きなタイプっていうのはなんか、例えばこの人素敵だなって<ー>女優さんとか。僕、これは、彼女にこれは、 必要っていうのは目が大きい。ああ<ー>。僕が目が細いから。クリクリっとしたつぶらな瞳がいいんですね。はい、結構好きですね。ああ、そういうタイプが好みで。例えば性格的にそれこそケンシロ郎選手みたいに怒らない人がいいとか。はい、怒らない方がいい。やっぱりね。っ平和に行きたい。そうですよね。<laughs> うん、はあ、そうだそうです。はい、たくさん質問を届いています。はい、じゃあ。 あの、今後のことも伺っていきたいんですけれども、はい、次の試合のことってどの程度決まってるんでしょうかまだ、まだ、まだ全然決まってないんですけど、ね、まあ春以降にはやりたいかなっていうのはありますね。ああ、なんか統一戦もね、ぜひやってみたいみたいなそうですね。前回のが統一戦やったんですけど、はい、ちょっと流れちゃって、なくなったんで、うん、まあ次は統一戦したいですね。そうですね。 こいつ戦ってなるとね、また意気込みも変わってくるかもしれないですけど。ね、あとベルトも増えますしね。そうですよね。うん、ベルトが増える。う嬉しいっすよね。ですよね。はあ、そっか。でね、やっぱり記録へのチャレンジっていうこともありますもんね。はい、そうですね、うん。で、今のトレーニングっていうのはどんな感じになるんですかまだほら、次の試合も決まっていないでしょう、はい、今は、スパーリングとかやってないですね。はあ、まあミット。 メインぐらいでやってますであの例えば今日もトレーニングは今日はは走ったぐらいなんですけどどれぐらい走るんですか今日は8キロぐらい、はあ、え、それって普通なんですか8キロ走るって結構走った方ですか普通ぐらいです普通に8キロ走るんだ試合前とかなると僕8キロ2回走ったりするんで、はあ、え、それって 普通のボクサー、でもそれぐらい走るもんなんですか。まあ、他の人とあんまり比べてないかもしれないけど。ああんまあ、やってはないと思いますへー。走るっていうのはジムで走るんですか、それとも普通にこう、あ、どっちもあります。<ー>この時期とか、ちょっと寒いから、ジムの中で走ることうん、うん、多くなりますね。ああ。そういうトレーニングもされてるんですね。はい、なるほど。で、まあ、いろんな方とのお付き合いもあると思うんですけど。はい、あの、同じボクサー仲間とかでも、結構お友達っていうのは、はい。 いまあでも僕そこまで広くはないかな意外になんか連れてってもらうことが多いんでんじゃあ,あのこの時期はそういうお友達ともお付き合いをしたりとかあのまあなくはないですけどうん、うん、あボクサーっていうのはあんまり少ないかもしれないですねじゃあ別の業種のお友達が結構いらっしゃるってことなのかなまあ普通のの地元の友達とかあ でも今東京ですよね。あんまりじゃあ会う機会がないかな。はい、まあ、だいぶ減りましたね、うん、でも。で、プライベートで、その、えっ、ー、と、トレーニング以外の時間っていうのは趣味とか何かあるんでしょうか趣味。うん。買い物とか好きですね。服とか、洋服とか好き。あ,<ー>あと、まあお酒も好きですし、うん、食べるのも好きだし。飲みに行ったり。はい。 食べたり、買い物したり、したりっていう感じなんですね。はい、普通です。ごくごく普通。ご本当にスタジオにお迎えしても、あの、笑顔が素敵な、<laughs> ありがとうございます。普通の方で,で、ね。だからボクサーに見られない。あの、電車とか乗ります。乗ります。したら本当に、ボクサー、ちょっと拳も見せてもらっていいですか、ね、はい、はあ。あ、でも、拳はやっぱり。<laughs> あ,あまあ、そうですね。またボクサーっぽさはある。タコが。はい。 ありますけど。はあ、でも、スマートですね。<Okay. S 1> いや、これからの活躍も本当に期待したいと思います。はい、ます今日はベルトまで持ってきていただいてありがとうございます。はい、え、これからの抱負をじゃあラジオを聞きの皆さんに一言いただけますか、はい、うん。まあ、とりあえず本当13回は超えるのは絶対として。まあ、ボクシングが4団体あるんで、はい、まあ、そのベルトを全部集めて、 っていうのが目標ですね。はい、はいえ。目標に向かってえ、我々も応援していきたいと思います。はい、ダッシュランジ今夜は、プロボクシング WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、寺寺寺健史郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。